写真家の稲越浩一先生とは大変古いお付き合いをさせていただいております。まあ、各有私の写真をかなり撮らせていただいているんですが、今回銀座にあります和光の並木館の5階で8月の6日まで20年以上にわたりまして、この中国を撮影された新作も含めて70点余りの展覧会をされております。私も今日はフラッと見に来させていただきました。先生の写真は人間あるいは景色、本当に素晴らしいものがあると思います。ぜひ私のホームページを見ている方で、行った中国、そして変わりゆく中国、またこれから私たちが見ることのできない稲越先生の目で捉えた中国にご関心のある方は、8月7日銀座の和光の並木館の方の5階でやっておりますので、おいでいただきたいと思います。先生本当におめでとうございました。8月の2日ですかね、トークショーもございますから2時からぜひお越しいただければ